それでですね、まあ、そういった中でますます米欧との関係、そして自助努力というものが大事だと思うんですけれども、まあ、菅内閣の時に、まあ、米欧だけではなくてアジア太平洋の自由主義陣営との連携が強まったということで、台湾という言葉が日米共同声明に盛り込んだ。これは画期的なことで、私はもう軍事力がない日本としてはもう満額回答の外交成果を引き出したなと思っているんですけど、そのあたりのお話をぜひ。この、まあ、確かに台湾海峡の平和と安定、まあ、台湾という文言を入れたのが52年ぶりでですね、はい、でその52年前に台湾という文言を入れたのが実は私の妻の祖父の佐藤栄作さんなんですね、はい、で沖縄返還交渉の時に、うん、まあ、それ以降 の、 その台湾の在り方ということで台湾という文言を入れて、まあ、それを52年ぶりに復活させたということなんですけども、実はあの時の日米首脳会談後の日米共同宣言って台湾以外にも結構中国に対して厳しいところを入れたんですね。で、その一番大きいのはですね、日米の外交文書の中で初めて中国による不法な海洋進出、はい、この文言を入れたんです、はい、で、それはそれまで実は安倍総理、トランプ大統領の時も口頭では言ってるんですが、うん、外交文書という中ではですね、東シナ海、南シナ海における法の支配、あるいは一方的な、力による現状変更、これに深い懸念を持つと言ってて、主語がはっきりしない、はい、まして中国がやってる行為が不法だというところは、これは外交的配慮で言ってこなかったんです、うん、で、トランプ大統領もあれだけ結構いろんなところでむちゃくちゃなことを言ってたように見えるんですけども、うん、実は貿易のところについては非常にきついことを言ってるんですが、役割分担やってて、ポンペオ国務大臣長官とかは相当はっきり他のことも価値観の問題まで踏み込んで言ってたんですが、トランプ大統領はそこの非難を、中国に対する直接非難をしてなかったんですね。ところがバイデン政権になってそこは批判をするように、バイデン大統領が明らかに一歩踏み込んできた。で、それに対してやはり日本としても踏み込まないといけないという、うん、まあ、こういうことで、まあ、その2箇所、うん、まあ、これは今までないきつさを入れたんですけども、それはまあ、これ安倍政権からもずっと続いてきた話ではあるんですけども、中国という国に対してやっぱりはっきりしたメッセージ、明確な、日本の意思あるいはアメリカの意思というのを、示さなければ、うん、彼らが計算間違いをする、あるいはその計算間違いに基づいて変なことをしかねないという、まあ、こういう非常に危機感があってですね、ここはむしろはっきりと国の名前まで出して言うべきだろうという、まあ、こういう流れで来たんですね。で、ただその時に菅総理はもう一つしっかり考えないといけないということで、おっしゃった点があって、で、それはアメリカ的なその価値観だけを前面に出した外交っていうのはアフガンでも失敗した、うん、そしてアジアでも必ずしもうまくいってないんじゃないかと、うん、で、確かにその民主主義だとか人権、そういった価値観は大事だし、それは我々も完全に共有しているところだけども、必ずしもアジアの国っていうのはみんながみんなそうじゃないんだと、うん、で、そういうところに対してアメリカか中国か、あるいは中国ロシアかという、本当に踏み絵を踏ますのがいいのかどうかをしっかり考えろという、こういうお考えだったんですね、うん、で、それは実は2020年の11月に香港、それからウイグルについての、まあ、中国がやったいろんな行為について人権非難決議、これを国連に出した時に、うん、国連で総会で否決されてるわけです。で、これ否決が53対27で否決されて、うん、まあ、あとは棄権とか、うん、欠席ですけども、うん、で、この中で53対27で否決されただけじゃなくて、アジアで中国の香港、ウイグルの人権問題について非難をしたのが日本だけだった、はい、で、この日本だけであるっていうこの状況で、うん、やっぱりアジアの国っていうのはその価値観的にはむしろ
さっきちょっとおっしゃられた西側的な価値観に近いアジアではあるんだけども、経済的影響の下でそれをもう言えなくなってる、そういう現実をやっぱりしっかり考えないといけないと。でこれを考えた上で、まあ、日米で中国と対峙する上ではやっぱりそのアジアの国に対して踏みを踏ますんじゃなくて、むしろ選択肢をしっかり示すという形で行くべきだろうというのが、まあ、菅総理の考えの中にあって、でそれを実は日米首脳宣言の中に微妙に織り込んだんですね。ですからこれ日米首脳宣言出した後、中国側の反発っていうのがですね、まあ、もちろん通常通りの反発はしてきましたけれども、そのトップレベルの反発ではなかったと、もう少し抑えた形の反発で終わったというのは、実はそこの細工ですね、その細工の部分っていうのは台湾海峡の平和と安定というのを言った後でですね、日米両国は、中国に対するいろいろな懸念、まあ、これを率直に中国に対し伝え、そして中国と協議するんだっていう部分を入れたわけです。だからそこでもう中国はけしからんから話さないんだっていうことではなくて、しっかりそういう形で懸念を示して直接対話をするっていうところまで入れたもんだから、中国側としては、まあ、その直前の中国とアメリカの関係だったら、まあ、アメリカとはもうほとんど話できないんじゃないかと思っているところに、むしろ日本が間に入ってその問題点と言いながら対話をする気なんだっていうのが見えた。それから最後の部分でアジアの国に対してですね、まあ、ASEAN の青いプですね、 ASEAN アウトルック for インドパシフィック、まあ、これについて、ASEAN の国の中立性、一体性、これを、支持するという、まあ、ここも従来の尊重するよりももう一段上げてですね、アジアの国に対してもメッセージを送ったと、まあ、こういう仕掛けをしたものですから、中国としてもその反発がしにくいという、まあ、こういう状況を作ったんですね。はい、いやもう本当お聞きしてると、まあ、もうヨーロッパ方面では完全にステータスクオは崩れ去ってしまいますし、アジアはなんとか持っている、それに対して尽力されていたなという印象を持ったんですけれども、うん、今後日本は東アジアでこのステータスクオを崩したら大変なことになるので、まあ、毅然としていかなければならないというメッセージは伝わってきたんですけれど、具体的に、まあ、例えば防衛費ドイツは 2% 突破するとか、イギリスは 2.5 だと言ってますし、まあ、非核三原則このままやるのかという問題もありますし、あとそもそも経済大国の日本がずっと不況で苦しんでいて経済力なくて、今のお話だと中国の経済力の方が圧倒してて、どうやってこれでやっていくのかっていう根本的なお話をお聞きしたいんですが、やはりこれ一つはですね、まあ、防衛費を上げていく、まあ、これももう当然やるべきところだと思うんですね。でその時にもう一つはその日本だけでここを守れるわけはない、はい、まあ、これもうすでに日米同盟という枠組みで初めて日本を守れてるわけで、ですから今日本としてですね、まあ、ミサイルを持つとか敵基地攻撃能力という議論をしてますけれども、実は敵基地攻撃能力といってもこれミサイルだけ買えば済む話じゃなくてですね、はい、それをこう実際に効果あるものにするためには哨戒機が必要だったり、それから相手方も当然これ妨害いろいろやってきますから、はい、その対ミサイル防御をどうやって崩すか、そしてまた向こうの重要インフラを崩しながら攻撃するとか、相当このストライクパッケージと言われるいろんなものが必要なわけですね。でこのいろんなものの中でじゃあ日本独自でできるものがあるかっていうと極めて実は少ない。でそこのところをやはりアメリカとの間でもうオペレーションレベルで相当ちゃんと詰めていかないといけない、そこまで来てるんだと思うんですね。でしかもその中でもう一つ忘れちゃいけないポイントは、最近ロシアはハイブリッド戦という言い方、はい、中国は、極限戦という言い方をしている、うん、つまり通常兵力だけの戦争ではなくなってきてるわけですね、うん、はい、でそういう中でその重要インフラを攻撃するということももう極めて
日常的に、うん、まあ、今回のウクライナなんか見るともうクリミアの時から、うん、あの重要インフラのサイバー攻撃っていうのを徹底してやってますから、うん、でまあ、それが逆に今回ウクライナをアメリカがサイバーで防衛できている一つの理由にもなってると思うんですけどね、うん、やっぱりそれぐらいのことがもう世界では起きてると、うん、で日本っていうのはそういうところが全然まだできてない、はい、で今そのニスクだとかデジタル庁とかあってもですね、うん、あれ一義的に日本の国全体を守る仕組みじゃないんですよ、はい、でまして自衛隊にしても自衛隊のシステムはサイバー攻撃から守るけども、うん、日本全体の重要インフラシステムを守るとはなってない。で重要インフラシステムを守るところっていうのは実は重要インフラをやってる事業者の自主的取り組みに任せて、で国はガイドラインを出してちゃんとやってくれというだけなんですよね。だけど実はこれ攻撃を受けた時に鉄道だけが攻撃を受けてるのか AMT から、うん、電力から全てのインフラが攻撃を受けてるかで、うん、日本の場合所管官庁違うんですなるほど。しかもそれが犯罪なのかテロなのか、うん、それともですね単純にシステムエラーなのか、はい、あるいは軍事行動の一環としてのサイバー攻撃かで、うん、扱う人が違うなんてこんなことで日本のインフラ守れるかっていうのがあるんで、はい、ですからあの防衛費その攻撃のための防衛費のところも大事ではあるんですが、うん、それとともにこういうところをよっぽどしっかりやらないとですね、うん、どんなにそのミサイル迎撃あるいはミサイル攻撃能力を持ってても、うんうん、日本の国内のこれ、重要インフラが全部止まったら全く太刀打ちできないと思うんですよね。ウクライナ戦争の教訓でやらなければいけないことだらけかなと思いつつも今日は足立先生からブロック経済というか、まあ、経済制裁をやるということは、まあ、ロシア中国に頼るその中国がもうあのアジアであの中国の人権侵害他日本以外の国に言えなくなるぐらい経済だけで屈服させてる。あのちょっとこれ怖い話をすればですね、はい、冷戦 1.0 の時っていうのは、はい、ソ連があって、まあ、あの中国との関係若干途中から微妙になったりはしてますけども、はい、衛星国というのは基本東ヨーロッパにあったんですよ、はい、で今回その本当に中ロが、うん、あるいは北朝鮮まで含めたブロックができた時に、うん、衛星国がアジアで生まれる可能性っていうのは結構あるわけです、はい、そうすると日本の立場ってそういう国に囲まれてポツンとなってしまうっていうですね、だからやっぱりこれ外交戦略としてもやっぱりこのブロック化をどういう形で阻止するのか、そしてブロック化が仮に中ロ北朝鮮の間でなされた場合であっても他のアジアをいかにこちらへ引きつけるかというですね、むしろこれあの外交力の部分が極めて大きいんじゃないかというふうに思います。まあ、結局シーレーンが断たれた日本は冷え上がってしまうわけですから、そうです、ね、まあ、この、まあ、当面の話としてエネルギー政策に関してはどういうふうなことをやるべきか、早急にやるべきことっていうのは何かお考えがあれば。でやっぱりあのこのエネルギー政策もですね、やっぱりちょっと今まで日本のエネルギー政策っていうのがあまりにも場当たり的に来てたと。で原子力というのがまあ国民からの厳しい批判を受けたらですね、トーンダウンしてしまった。でしかも今仮にこれ政府がですねここから原子力やりますって言っても実際にできるかというと、これあの原子力規制委員会が全部審査をして、で世界で一番厳しい安全基準をパスして初めてあの動かせる状態になる。でしかも動かすかどうかはそれぞれの自治体の合意という地元合意という、これ実は政府の手を離れてるんですよね、この部分。そういう中で原子力っていうものがもうこんだけ11年間ですね、あの次の手が打てない状況で続いてきたと。で一方で化石燃料についての投資っていうのがもう世界的にも今も全然なされなくなってる中で、じゃあどういう形で本当にポートフォーリオを日本として組んでですねやるかがない中で再エネの議論だけが少し先へ行ってしまったと、まあ、こういう状況だと思うんですね。でやっぱりあの一つは
日本のエネルギー消費自体を一旦なるべく減らすっていうことをやりつつですね、もう少し現実的な形でそのカーボンニュートラルという長期的なトレンドも見ながらですね、足元の、安定供給、これにもう全力を尽くすしかないというふうに思います。はい、もうかなり密度が濃いあの話で、あの予定時間超過してまでお聞きしてるんですが、はい、まあ、菅内閣の時の功績で2つほどお聞きしたいことがありまして、1つが日銀人事で、野口朝志先生を指名していただいたこと、これ菅内閣のもうよくやってくれたな、これで本当菅さん本当に信じられるなと思っていて、もっと長く続けていただきたかったなというのが一つと、うん、もう一つ菅内閣の最大の功績として私はですね、まあ、20年来、まあ、女系天皇に踏み込むのかどうか揺れていた中で、まあ、悠仁殿下への皇位継承を揺るがせにしないために旧皇族の、男系男子孫の方々をあの功績取得するという方向に踏み込んだ、これはもう本当に大きいことだな、私はもう新井白石以来の300年に一度の功績だと菅総理にもインタビューで申し上げたんですけど、まあ、日銀人事と皇室の話について、まあ、菅内閣の時のこと、まあ、そして今後のことに関してその2つをお聞かせいただければ、うん、菅総理がどういう思いでおられたのかとか、うん、そういうことを語ることあれば、まあ、菅総理の経済政策というのはですね、まあ、安倍内閣で3本の矢っていうのをやってきて、はい、でこれは金融の部分で異次元の金融緩和をやる、それから財政出動をしっかりやっていく、はい、そして成長戦略というこういう3本柱だったんですね、はい、で、まあ、どの部分がどれだけ本当に効果があったかは別なんですけれども、実はその金融政策の異次元金融緩和がその必ずしもしっかりと市場にお金が回ってないじゃないかっていうのは実は菅さんはずっと気にしてた部分なんです、はい、でそういう中でまあ、カーボンニュートラルとかデジタルの話、まあ、GX、DX を、中心に持ってきて成長戦略を言ったっていうのはですね、アメリカでその最近ああいう高圧経済っていう議論、これはい、サマーズとかイエレンさんとかがまあ言い出してる話ですけども、まあ、2016年ぐらいからですかね、出てきた。でこの考えに実はその菅さんの経済政策って非常に似てるんですよ。でそれはその今まで財政出動っていうのは景気対策でやってきた、はい、で菅さんは実はその財政出動を景気対策じゃなくて成長戦略でやるんだっていう、こういう考えを持ってたんですね、はい、で実際にイエレン財務長官がアメリカの上院の、財務長官になるための公聴会のところでのいろんな、まあ、証言をしてるんですけども、これ実は菅さん実際に聞いてたみたいなんですね、はい、で、まあ、その直後に私がそのイエレンさんのそういう財政政策っていうのをちょっとメモをまとめて持ってったら、いや俺も実は聞いてたんだけど、なんか俺の言ってることに似てんだよなとかおっしゃってそれで、まあ、それのポイントはですね、やっぱりその今までのような単に景気対策で財政出動するんじゃなくて、日本をどれだけ成長させるかのための財政出動で、これについてはお金をガンガン使っていいと。でただその日銀の金融政策ということで言うとですね、やっぱり、まあ、このネガティブ金利になる前なんかもそうなんですけどね、日銀が実はその国債をメガバンクから買い入れて、でこれに対して日銀の当座預金、ここに 0.1% の金利つけてたんですよね。でこれなんかは実はすごく怒っててですね、はい、で日銀っていうのはしっかりと本来はアクセルを踏むべきところで、そういう細かいところで本当に市場に金が回るための努力を全てはしてないという、そういう思いがあって、まあ、そのバランスの中で、まあ、人事も見てたというふうに思います、はい、まあ、皇室の話なんかだと菅総理は実は よく保守の人たちから実は皇室に興味なんかないんじゃないかみたいに言われてたんですけど、実はそうでもなかったと思うんですが、いかがでしょうか。これ菅総理の割とはっきりしてたところはですね、もうやらないといけないことはいろんな人が反対しようが何しようが俺はやるんだと、これがまず基本の政治姿勢なわけです、はい、
ですから、まあ途中でそのまあ国民の支持率が下がった部分も確かにあるんですけども、うん、それは自分がやらないといけないと思ったことは反対があってもやる。でそういう中に実はこの皇室の問題も入ってましてね、はい、で菅官房長官時代からもずっとそうなんですけれども よく2人でこう話すときにですね、その宮中行事とか出ると、はい、いや本当にこの宮中行事いつ行っても女性皇族ばっかりなんだよなと、これ本当なんとかしないといけないっていう、はい、まあ、こういうことを繰り返し繰り返しおっしゃってて、でそういう中で、まあ、一つの柱は男系天皇ということを、はい、大事にされてる。でそれを具体的にどうやってやるかとか、まあ、そういう細かいところはもう専門家でいいけども、ただこれはもう平成29年の時にその国会の付帯決議でですね、しっかりと議論をするということになってるのにしない状況がずっと続いてる。でしかもこれはやっぱり今するべき で今の、まあ、役所の人たちの陣容を含めて今しかやれるタイミングはないというのがあったんで、まあ、これ具体的には当時の杉田副官房長官ですけども、はい、やっぱり杉田副官房長官の下でないとこれはまとめきれないだろうと思って、まあ、思いっきり突っ走ったという、そういうことだと思います、はい。まあ、実は興味がないどころか強いリーダーシップだったということで、まあ、菅待望論が出ている中で、まあ、グループを作るとか、まあ、そういう話がまあ話題になっておりますけれども、実は私週刊スパというところでももう一回菅さんにお出まし願うしかないんじゃないかと、もう菅異国だというふうにはっきり書いたんですけど、まあ、実際菅総理のそういうグループ派閥を作る動きっていうのはどうなんでしょう。やっぱり菅総理、まあ、私はずっと菅さんにお使いしたというところもあるんですけども、はい、政策実行ということにもう自分の政治家としての全てをかけるタイプなんですね、はい、ですから発信なんかどうでもいいと、政策実行だっていう部分があって、はいはい、まあ、1年間の菅内閣っていうのはもうとにかく成果という意味ではしっかり出せたと思うんです、はい、でまあ、今後の話なんかもいろいろすることもありますけども、まあ、そういう中でやはりその政局よりも自分がまだその政策としてやり残したこと、はい、あるいは手をつけたけどもまだちゃんと回りきってない、はい、まあ、実現されてないことについてはすごい関心を持つんですね、はい、でそれについてはやっぱりいろんな人の力を借りてなんとか進めたいというこういう思いは相当持たれてて、はい、まあ、具体的にはやっぱり縦割り行政をもっとしっかり見直してものが進むようにすべきだとか、カーボンニュートラルもそうですし、まあ、それ以外にも例えば農業の問題、林業の問題、あるいはインフラの海外輸出だとかですね、まあ、こういった課題、あと観光もそうですね、観光も非常に熱意を持っている、こういう分野については自分が一つ先鞭をつけたけども、まあ、いろんな今環境変化で止まっている部分もあるし、これをやっぱりどうすれば本当に実現できるか、これをやりたいというのはお持ちだと思うんですね。でそれをそのグループ、まあ、派閥的な意味でやろうというのか、それともまあ政策を進めるためにその都度人がまとまればいいとお考えなのか、これはもう最後ご本人の判断だと思います、はい、その意味では今年の参議院選挙、日本の運命を決める選挙だと思いますけど、今年改選、はい、この7月改選でございます、はい、ということですね、まあ、時間となります決して、はい、甘い選挙ではないと思っております。はいはい、まあ、今日政策通の、まあ、知る人ぞ知る通好みの足立前補佐官をご紹介いたしましたけれど、また折があればチャンネルクララご出演いただいて、はい、と思ってますので、ね、特にオタク的にそういう政策あるいは外交の部分を、はい、見てらっしゃる皆さんにはそれなりにしっかりしたお答えができるかと思います。かなり深く広いお話だったと思います、はい、ぜひまたよろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。日本には近代政党が必要だ、近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない、全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか、その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって、チャイナが欲しがるような資源を持ってる中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。
目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため